回耳です。ガチャーン。ガチャーン。今さ、違う。仕掛けられた後だから今。気分が、ちょっと落ち込んでる。落ち込んでるの？落ち込んでるんだ。1年前やんとやったけれどもね。そうだよ。まあ、ちょっと気になる方はお前の動画をご覧ください。ご覧ください。しっかり紹介していいんだよね、今回は。ってことで今回、リピ買いしてるやつ、したいやつとか、おすすめ商品をね、何個か持ち寄ってきたので、はい、紹介したいと思います。5個だからね、5個あるよ、あと。あと5個。あれ、おさ、15個あるからね。わー、パン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 。いくよ。はい。じゃあ、1個目。はい。あ、じゃじゃん。このポーチが100均なんだけど、うん、私家にあるコスメほぼ全部入れてるんだけど今これ、でもこんなに入るんだよ、すごい。これがちっちゃいの今使ってるわ。え、これいいよね、丈夫。このくらいの下も足がくらいのね。すごい重たい。 でも丈夫、本当にめっちゃいい。本当にこれおすすめ。これはジャンジュークって書いてるのにさ、見えるよな。見ないで、このバッグのバッグの中身見ないでって言ってるのに、まあでも気持ちは見えないようにして。気持ちは見えない。そうです、おすすめです。すげえ。100均で買えるので。100均でそれはすごい。そう、200円なんだけど、めっちゃいい、これ本当に。私いきますか。はい。2本目なんですけども、めちゃめちゃ使ってるからもう剥がれてきてるんだけど、イソッププロテクティブリップバーム SPF30 ですね。普通リップクリーム、中学生ぐらいの時からさ、その楽器吹いてたからめっちゃケアしてたのね。なんだけど、その時からもいろんなリップクリームをね使ってきたんだけど、これが一番僕には合う。もうこれから離れられない。男女兼用なんかどっちも使えるし、値段もなんだろう、そんなに高くも安くもないから、ちょっとしたプレゼントとか。うん、おすすめです。ノリに似てる。ノリ、私こちらです。スザンヌのまつげ美容液 EX クリア。へえ、まつげ美容液、うんうんうん、塗ったらまつげ伸びた。へえ、ね、でもこれ使ってるんですけど、うん、これ本当にめっちゃいい。へえ、これを塗るだけ、寝る前とかに、寝る前か、使わないから当たってくるきてるから、あの新しいの、うんうん、ママ買って、ママ買って僕も買おう。あれ、なんかいや、まつげ次、じゃあこれ、はいはい、これは美容師さんとカイ君におすすめされたんだけど、ジョバンニのブリッジビーゴー、よく覚えてる。スムージングビアセラム、洗い流さないトリートメント、こんなにいいの初めて出会った。でしょ、うん、これ実際なんか僕も持ってこようかなったぐらい。これ多分フザラピーと今コラボしてるんです。そう、かわいい。え、これめっちゃいいよね。美容師さんが絶賛してた、うん、ヨキさんがね、うん、そう、めっちゃ絶賛してた。マジめちゃめちゃいい、これ本当に、なんかね、塗って髪の毛乾かしたら、なんかもうトゥントゥン。よくさ、洗い流さないトリートメントさ、やるじゃん。僕もこの何年かね、いろんな洗い流さないトリートメント界隈の商品使ってきたわけ。これめっちゃいい。オイルじゃないし、クリームでもない、その間ぐらい、なんかジェルとも言えないし、美容液みたいな、ベタつきにくいし、うん、本当にトゥルントゥルン、これやった人やってないのと全然自分の髪違いなんだもん。おすすめです。これマジおすすめ。おすすめです。まあまあ今のご時世なんでこちらです。おー、ではね、テレビの消毒液、手指普通に消毒です。どっか言ってたね、今どっか言ってたよ。あー、消毒だ。単純にただの消毒液、なんかこのサイズ感がいいなと思って。確かに、まあ、ポーズとかポンって入るしね。うん、私は、この子でじゃん、ユーラグラムスリムスキッチアイブローペンシルブラックのアイブローなんですよ、この3本目。やばいいって言うよね、これで、あのね、めっちゃくちゃ髪やかった。あのねこれはね、リネとママに勧めたら2人とも使ってくれた。これね、あっちに見て、みんな一回書いてみて、これで前で。しかも100円とかいや、いいね。あのね、あー、確かに言う。あのね、さあで、スクリーンブラックついてるからね。あー、すごい、大丈夫、めっちゃいいから。それで100円ってすごいね、うん、顔おすセルフォークのディグニファイドリップス09番、もうこれは本当にいい。
大好き少年なんですけども9番が一番人気で、そう買いに行った時も暇ない売ってないって言われて、また違うとこ行ってまで買った。もう今年なんて特にこれしか使ってない気がするんです。ずっとだから言ってる今日に限って塗ってないです。じゃあ髪が変えたから、赤っぽい方がいいかなと思って、ちょっとオレンジだからこれは、でもこれはめちゃめちゃいい。そうこれにしよう。こちらなんですけれども、テンっていうお店がありまして、そこがお香屋さんなんで、お香とかいろんなおやつ作ってるのと、そこのフレグランス、これもね、多分好み分かれる。匂い系が多いね。胡椒で味あ、でも本当に胡椒みたいな匂いですでも結構、なんかしょっぱなきついから、足元とかにワンプッシュして出かけるみたいな感じ。見えてきたか。私これちゃんと一緒で使えてるかな。やばいね。ピンアクアトーンアップ UV エッセンス日焼け止めです。ミドルグリーンじゃない、ミントグリーン。ミドルグリーン。ミドルグリーンは一緒。ミドルです。紫じゃなくてグリーンの方なんだ。なんか赤みが一緒だからめっちゃ白くなる。ミドルグリーン。ねえ、紫じゃない、ミントグリーン。紫パワフルはどんな感じだったの？紫パワフルは見えてくれたの？色って紫だった？うん、紫、ちょ、ラベンダーね。ねえ、緑グリーンはいいな。これ、通詞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 のラーメンのマスカラ。わかるかな？初めてこういうの使ったけど、キラキラってなりすぎるとさ、気になるじゃん、目元とか見えると程よくキラキラってなるから、なんか光ったらかわいいみたいなね。生地いいよな、ね、おしゃれだよね。そうそう、ね、ブラウンも買ったんだけど、ブラウンもそれっていう。あ、開けてる、それ分からん。これ一緒、そう、一回ね、開けないと分かんないよ。こっちにしようかな。はい、こちら、キールズの、ラインコンセントレート。こちら、美容液です。化粧水した後かな、肌でさ、自分で自分こう直す力ある、細胞で、そうそう、細胞でね、その力を促してくれる。これだけで、あと1000円くらいですけど。え、大丈夫、そんなの使っちゃって。ちょっと待ってね。ちょっと切っちゃった。ぐるぐるって言って、温まるから、え、なんか温かい、なんかもう、ね、理想としてはリピ買いしたい。ああ、そういう気でございます。じゃあ問題です。はい、人の細胞は何個あるでしょう？4万。こちらよく言ってるね。え、60個ぐらい。よく言ってる。はい、400億6000個。よく言ってるね。はい、60兆でした。あ、そりゃそうだ、僕60っていうのが多いでしょ。僕、でも、惜しくはない。関係ない話でした。次、ダンス。お米のマスク。お医者さんなんです？うん、こちらか。パックです。何個目なんだってくらいです。シートがしっかりしてる。匂いもそんなに甘い匂いとかじゃなくて、本当にお米って感じでパックですね。そう、かわいい。でも、めちゃめちゃいい。これが好きです。ラストじゃない、最後だね。これ本当におすすめだよ。ナッチにもおすすめしたから、うん、ねえねえに、はあ、いやー、いい感じ。ヒロインメイクのマスカラリムーバーなんですけども、メイク落としとかでさ、落ちなかったりさ、なんか抜けたりするじゃん。これを塗ってからちょっとこう時間経ってからやると、キュンって、なんかそれついただけでまばたきするとかわいい。あ、そう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 、抜けないし、こすってなんか透明なのよね。もうね、すんごい本当に綺麗にね、落ちるからね。さあ、ね、これ本当におすすめ。これも私2本目くらい、2本目だともう永遠と買うと思ったら。僕のラストこちらですね。これちょっと実はもらい物で、あの、次僕が自分で買おうって思ってる本当にやつなんですけど、はい、こちらですね。
これがお香なんです実は。10ミニッツアロマって書いてて10分間のお香で、開けるとめちゃめちゃ可愛くて、ちょっと僕ねもう3本使ってるんですけど、見て見て見て、マッチなの。マッチ、マッチだ、すごい。マッチ、俺の俺がマッチみたいなっていうくらいタイミング全然やってないからな。マッチとマッチ型のご飯、これ何、木のとこまで、え、ここにバッてやるの、バッてつけ、火つけたら、まあ、そのままちょっと放置しとくと、その木の柄の部分まで全部おこうなの。へぇ、それをこっちが置いとく、なんか燃えないシート、あ、ついたの、そうそうそう、なるほど、まあ、この上に置いとくだけ、なるほど、すごい、そしたら10分間めっちゃいい匂いだよっていう。へぇ、シダーウッドっていう匂いだけど、なんか 何種類かあったみたいな。おしゃれですね。ね、いいね、めっちゃいい、これおすすめでございます。最後です。うん、おお。これはね、あのドッキーが出したアロエベベル、アロエベラ、アロエベラネイチャーリパブリックのツージングジェル、匂いがいいですね。え、なんかすごい、あ、すごい、どうぞどうぞ、いっぱいあるんで。わぁ、わぁ、なにこれ、すごい、顔にも塗れるし、体にも塗れるしみたいな。これは何なの？なんか日焼けしたマットの人が塗るとちょっといいとか。へぇ、めっちゃいいよ。ドンキで600円とか。ぜひしないから、あのぜひ皆さん買ってみてください。この量だしね、しかも、うん、そう、でも中なんかすごくて感動したんだけど、ドゥルンドゥルン、アロエっぽいもん、ほんとにドゥルン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 。はい、以上でございますか。以上でございます。多分、でも3つぐらいはさ、前の動画で、前の動画で、そっちもちょっと気になったとか、結構本気で紹介してるから。全部ヨウキコです。全部ヨウキコです。でも結構欲しくなったよ、そのアロエも欲しいし、つまりサメ撮っていかがだったんでしょうか。とても良かったでした、そうです。ありがとうございました。ありがとうございました。体操、柔軟体操、柔軟体操をお送りしました。それでは皆さん、またバイバーイ。ぜひ、さあ、合流してね。バイバイ。無理よ。